もうすぐですよ、多分。あと、もうちょっとか。もうちょっと南。うんうん。ただ、この辺り来たことないことはないかな。そうですね。ちょこちょこ、あの、名店、意外とあるエリアですよ。あ、そうですか。はい。あ、ここら辺だぞ。あ、この辺ですね。この並びじゃない？うわ、どこだろう。とんかつってあるよ。あ、そう、そうです。今日とんかつ食いに行きました。やったー。あ、ここここここ、西中。そう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 、へー、ここ休みじゃん。嘘でしょ。あ、開いてる。あ、開いてる。そこ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 、あ、見えてるらしいですよ。マジで、はい、よし、じゃあここの駐車場に放り込むか。はい。なんか結構美味しそうな店。そうですね、確かに。ほら、あ、うわ、ビッグサイズのバンズと手作りパテのお店です。本当だ。ゴールドバー、意外と安くないか。美味しそう。濃厚チーズバーガー660円。確かに、ゴールドバーガー。へえ。あ、どうもどうも。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい、どうぞ。あ、もしかして人並んでる。あ、並んでますね。並んでる並んでる。わ、こんにちは。もしかして並んでらっしゃるんですか。こんにちは。あ、並んでるんですね。ああ、どうも。 YouTube 撮ってて、すいません。いや、もうあの全然。うわ、あ、ここですね。サービスにチキンカツでしょ。俺チキンカツ大好き。あ、そうですか。もう、まあ、ここ普通にでもとんかつ、とんかつです。とんかつ。あ、どうしよう。すみません、あの、実はですね、あの、いや、あの、僕 YouTube もやってるんですよ。それで、心よく OK です。よかったです、よかったです。ガク、うん、店そんなに広くないけど、うん、満席です。それで、うん、ちょっと俺見たけどさ、うん、食べてらっしゃるの、うん、もうよ、 こう見るのはダメなんで横目でクッて見ましたけどめっちゃうまそうなヒレカツ。え、そう、ここ中ピンク色だったんです。僕こんな分厚い、そうそうそうそれ食べたいわけ。そうそうそう、ここのヒレをのインスタ見て、うわ、美味しそうだなと思って。ガク、すごいぞ。ああ、ほら、うん、豚がね、うん、今日のロースは山形豚とか、山形豚、うん、ヒレが米沢豚、それから霧島 SPF って書いてある。だからその時その時のいい豚を入れて、なるほど、そしてやってるってことでしょ。うわ、これ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 うわ、これ美味しそう。これあのさ、これがあのさピンクピンク、いやいや、うまそう。あのさ、それ俺もう他のお客さんクッと見ましたそれはやめた方がいい、それはやめた方がいい。うわ、美味しそう。こっちを見ない、いやいや、こっちは全然反応しないのに これに、いや、これうまそうだもん。ちょっとさ、メニューある、メニューあるけどさ、これ何、ロースと上ロースはグラム数の違いかね。ああ、なんですかね。130と150。確かに。でヒレと上ヒレも150と130で、うんうんうん、でもさ、うん、130でこの値段だったらさ、確かに安い方ですよね。割とお値打ち価格だよね、うんうん、カツ丼とかもあるんですね。いや、それとこの対馬さんアジフライ1100円とかも、うわ、美味しそう。いや、で豚汁に変えられると。ああ、いいですね。ご飯おかわりはお金がかかりますよ。なるほど。あ、来ですか。何名ですか。2人です。2人ですか。はい。大丈夫ですか。ああ、です。ありがとうございます。失礼し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 ます。ありがとうございます。これって、あれですか。やっぱ上と、普通のやつはグラム数の違いですか。グラムが違います。あ、じゃあロースカツ一つと、ヒレカツを一つ。はい、お願いします。ガク、すごいの見っけた。棒ヒレカツ定食 300g で2400円。おー、そして
して、あ、ソーリーソールドアウト。あ、これも特選リブロース。あー、すげえ。リブロースとかのとんかつって聞いたことある？いや、ないですね。ね、うん、これが 200g で2200円なんだって。うまそう。いや、もう俺もうすでに確信してます、名店です。いや、ここはもう他のお客さんが食べてるの見てかなりうまそう。うわ、でかいのいっぱい来ましたね。パン粉だよ、パン粉ですよね、きっと。うわ、いい、でか。今入れてますね。うわー、あのロース見て。うわ、あのロース、ボテト、まあ、ほらほらほら。すいません。ガク、あー、来ました、ヒレが出てきたよ。美味しそう、めちゃくちゃうまそう。ほんとピンクや、この色すごい。だからさ、やっぱりジョーにすりゃよかったんだよ。か、もしくはこれ。いや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 、これでももう十分だ。いや、これいや、うまそうだね。美味しそう、ほんとに美味しそう。今湯気がほんのり上がって低温でじっくり揚げてるんですよ、うん、だゆっくりゆっくり火を入れてるんです。なかなか見ないよな、うん、なかなか見ない。いやー、うそ。まずはさ、うん、ちょっとやっぱ塩じゃない。うわ、いいっすね。ちょっと塩いくよ。うわ、これ絶対美味しいよ。いや、これ絶対美味しいでしょ。絶対うまい。めちゃくこれでかいもん、これ。うわ、ほら、こっでか。多分ね、一口じゃなかなか、うん、いただきます。おいしい。めっちゃこれさ、肉のうまみの塊がドーンとも口の中に広がる。うーん、これにまたね、ご飯がこれわかる、ツヤツヤなんですよ。確かに確かに、ツヤツヤで、本当や、もう本当や、ご飯の炊き具合が最高なんです。うまっ。うわー、うわー、ソースでもいくよ。あー、美味しそう。いや、いや、こんなにもうヒレの塊を直接ガーンって食べたことないんで、うまい。ちょっと、そしてキャベツの千切りもいこうか。冬のキャベツうまい。甘みがあって、で、このオニオンのドレッシングなんですけど、この酸味がもうとんかつのうまみわっとくるじゃないですか。それをまたスッと洗い流して最高で。
そしてロースが出てきました。美味しそう。これもほらほんのりピンク色。確かに。うまそう。これも美味しそうですね。うまそうだねこれ。この綺麗なロース見て、しかもさこの脂のところがね絶対美味しいんですよ。あいやほんと綺麗なロースですね。多分ねこれはちょっと醤油でいっていいですか。醤油でいきますか。はあ、うわ美味しそう。絶対うまいぞ。しかもねこっちの脂皮からいく。ちょっとさ、やっぱこれすげえ違う。本当に豚の旨味がそのまんまです。ソースで次。うまそう。うわうまそう。こんだけ存在感のある。やっぱロースはさ、この脂の旨味がパッと口の中に広がって、その後に赤身のこのしっかりとした豚のうまさが広がるんで、あーどっちがいいかな。僕はどっちも好き。いやーガク、うまかったし、やっぱ見せ方もいいよね。いや素晴らしい店だと思います。